ので、まあ、夜間のそういった月とか惑星の研究目的の観測っていうのは行われています。でどういった観測が行われているかといいますと、太陽の観測ですね、まあ、大型の望遠鏡でないんですけども、まあ、太陽の長期観測をしております。でそれからデータ解析研究とか、やあと、まあ、こちらの裏線関係ない理論的な研究とか学生教育とか、でこれからお話しします専門教育普及活動というものを行っております。で左手の問題は岐阜県の高山市にあります。でですね、これから実は天文台ではないんですが望遠鏡を一つ作ろうとしています。岡山のこれ国立天文台の敷地の中なんですけども、 3.8 メーターの望遠鏡、一応こんなイメージ図があるわけなんですが、 3.8 メーターの望遠鏡を作ろうとしています。で大きさといいますと東アジアで最大のものになります。でこれがですね、実はなかなかスムーズにいってないというお話、ご存知方も来られるかもしれませんが、その話はまた直後でと思います。まあ、目的は突発天体とか系外惑星の観測になります。で、この天文台の今の様子がこの柴田天文台長なんです。まあ、私の東大の時の師匠になります。で、私のあります火山天文台ですね。京都市の清水の山の上にあります。東山トランプレーをご存じの方イメージしていただきたいんですが、実は山頂側の登りの大半はこの火山天文台を作るために作られた道を流用しています。アマチュア天文学の聖地とも呼ばれていまして、最近では京都市からですね、京都を彩る建物や庭園というものに認定されました。でどんな説明があるかといいますと、こういった45センチ屈折望遠鏡ですね、これ日本で3番目に大きな屈折望遠鏡になります。でこの望遠鏡で見てあげると月なんかはこんな感じに見えるとですね。でさらに右上にはザートリウス望遠鏡がありますが、これ実は100歳以上経っています。で天文台は85年って書いてあります。ということはどこに前あったかというと、実はこの火山天文台が作られる前にですね、京都大学総合博物館の近くに天文教室があったわけです。でそこにドームがあって、その中に収められていました。で購入したのは1910年ハレー彗星の接近に合わせて購入したものでした。でその後ですね、今の博物館があるところすぐ隣にあれ、すぐ近くのところに東大陸があるんですが、そこに路面電車の町ができまして、電車なんか走り出したら観測には向かないということで、天文台どうか作りましょうという話があってですね、最終的にこの火山天文台が作られたということです。で、この100歳以上経っている望遠鏡、これ、日本で現役最古の望遠鏡と言われていますが、そちらで太陽を観測すると、こんなふうに映ります。で、右下はシーロスタット望遠鏡です。この合わせ鏡の部分、シーロスタットといいますが、この合わせ鏡の部分はですね、この日本で最大のものです。ていまして、まあ、こちらで太陽光をアスペクトに分解したりとこんな感じに見ることができる。ただこれも研究目的ではちょっと解像度が足りないのでですね、一般向けの見学等に見せて、まあ、なんか綺麗ですねという形でお見せしています。で天文台の教育普及活動にざっとこんな感じのことがあります。とりあえずもう極力たくさん突っ込むような形でこの道を作ります。で、ですね、この中で特にご説明したいのはですね、この京大天文台基金、これまた後でちょっと説明します。基金はですね、これ寄付していただいた方向けの観光会とかコンサートというのをやっておりまして、特にこのコンサート、こちらのチラシをご覧いただきたいんですけども、北尾さんってシルクロード、NHK の番組でシルクロードの番組ご存知の方、多分おられると思うんですが、そこで使われてた音楽を作られた方ですね。で北郎さんがノーギャラで天文台のコーチさんとにご協力いただけるということで実現になった次第です。これ今年2回目です。昨年行いまして今年2回目ということです。でそれからですか、これは一般公開。でそれから現役って最終宇宙像ってことに書いてありますが、博物館といろいろ一緒に展示なんかをやっております。過去の歴史東京大の試食券とか、はやぶさのカプセルが展示されたというのを知っております。
で、年月に最初の中央ですね、チラシこんな感じになって、まあ、年月に残されたこの託成に注目した点、それから先ほどの天文学の連盟の話、それから地球ごとであってよく連盟の話と最初の点、そんなことを聞いていたというのがあとですね、押し込んで昔ありました京都市との協力で天文問題を舞台にして、まあ へえ。これはですね、ちょっとうちの内調がこういうちょっとなんですか、浮かれたものにはあまりその貢献できていなかったんです。後でちょっとなんか違って、まあ熟したら思い出したんですが、まあ、そんなことも事件でした。四次元テロ中に書いてありますが、火山点問題にですね、こちらは地球の 3D 投影装置がありまして、それと、プレス点問題に2カップリー組織を組み合わせてですね、巨神鉄道駐車場の出張造影をしております。で、過去に出ていますと、亀岡市ですね、こんなチラシの話を作っていただきます。これは私が講演しに行っております。それから、京都で国民文化財の話を行いまして、そちらでの上映とか、あとこちらでの富士キャンパスの方が2012年の時にも持ち込みました。あと、そうですね、変わったところは中央公開とかもやってます。ちょっとこれは私は、こんな天文教育、天文学教育普及活動をしています。で、先ほどの京大天文台基金というのはこういったものでですね、こういった天文教育、天文学教育普及活動を推進、こういった天文台望遠鏡の整備と、あとこれが緊急の課題なんですけども、38年の望遠鏡建設費は文科省からいただけることになったんですが、どうも作ろうかには何とか自分で調達しなさいという話があってですね、中身は作れても皮が作れないという状態になってしまっていてですね、まあ、何とかしたいということで京大専門学院というのを設立しまして、あの方から協力を求めるような連載を取っています。で、このように天文学教育普及活動をいろいろ進めてはいるんですが、まずやれることには限りがあります。ですので、まあ、ボランティアベース、極力ボランティアベースでですね、もうちょっと天文学教育普及活動を推進しようということで設立されたのが NPO 法人火山オスラネットワークというものです。で、最近認定 NPO 法人に発表されました。で、設立されたのは2007年です。で、現在会員数500名以上ですね。で、どういったことをやっているかというと、火山天文台の観望会、これ1、2ヶ月に1回、で、それから飛騨天文台にまあ、お客さんを連れて行ってですね、こちらでこちらなんかを見ていただくんですが、これは1年に1回、大人向けのものと子供向けのものになります。で、さらに、私がかかっておりますのが、この京都青年天文会議で、2011年の4月から始まりました。で、右下のこのなんか丸くなっているのが、この NPO 構築のものです。で、ここからが本題です。ちょっと前分長くなりましたが、で、この京都青年天文会をですね、まあ、どういったところが始まったかということからお話ししたいと思います。で、もともとは、ここに写真があります。これは名誉教授です。京大の医学部の名誉教授の小山先生の構想から始まっています。で、明月期にですね、客船の記憶があるということを、ある時知った。で、もともとは、アマチュア天文家の岩井康明さんという方が、まあ、ポピュラーアストロノミー、アマチュア天文家向けの雑誌で出されたものですが、そちらで紹介されたのが、もともと広く知られるきっかけになっていて、まあ、そういった話を中山先生も知ったことがあった。で、そこでですね、客船の記録がいくつか載っているんですが、特にそのうちの超新星爆発らしきものに注目しましたと。で、その超新星爆発らしきものをやっぱりいくつかあるんですが、その中でも特に2006年に現れたものに注目しましょうということで、その記録のある位置を実際にちょうど1000年後に観測してみましょうということを考えられたわけです。で、1000年後に観測したらこのような感じで X 線で撮影されたというわけです。で、このサイズ直径で65メートルになります。で、地球からの距離は7100光年、まあ、そういった超新星残骸になります。で、この超新星残骸といいますと、高エネルギー粒子加速の点でですね、まあ、最新天文学の研究ネタになっておりまして、
ということから、この古文書にある天文観測記録と最新天文学が実はまあつながっているんですよということが分かるわけです。で、特に京都の冷水期のこの年月期には、最新天文学にリンクする観測記録がありますよ。で、こちらが先ほどの1006年のものなんですが、他に2つあります。1054年の蟹泉で有名な超新星の観測ですね。1181年、これは太陽の興味がなくなった年です。まあ、それはもっと簡単ですね。で、こういった3つの記録があります。で、さらにですね、あ、ごめんなさい、ちょっとここ出てないんですが、ここはですね、実は、安倍の政権さんの子孫の安倍の安俊さんという方が書かれた歴史の部分になります。藤原の手が過去の百戦記録を調べろという命令を受けてですね、その報告は出たようになっています。で、年月期の他に天文関連の遺物とか史跡というのは京都にないだろうかということで調べてみるとですね、まあ、こんな感じでいろいろあるというわけです。で、まあ、他兄弟ですね、吉田家。定価というのは、この冷泉家の元になった方ですから、藤原定価の墓というのを、一応その史跡として、まあ、カウントしましょうと。冷泉家は明月期を求められるものですからね。で、さらに、神道っていうのは、ちょっとこの辺、細かい話になりますが、あの安倍の生命、蘇生の図っていうのが、それ何かっていうと、安倍の生命さんっていうのは、本来の寿命よりも早く亡くなったと、まあ、そんな話があって、でそこで何とか釈迦に戻してもらおうということで、閻魔大王に頼んだら、実は頼んだことあります。で、閻魔大王は、どうしたらそれなら釈迦に戻りなさいと。ただ、その釈迦の人たちを救いなさいという話があったという逸話があるんですね。で、その時に釈迦の人たち、釈迦の方々を救うために渡されたのが、五芒星の意味だと言っています。で、安倍の生命の五芒星という。その五芒星とそういった逸話の関係があるということになっています。で、そんなことでですね、この神話堂では五芒星をした絵馬なんかを売り出しているというお話です。で、こちら天文台ですね。これは私の絵馬さん。で、こちらの方に行きますと、生命の墓とかですね。あと、こちらに行きますと、これ、安倍の生命の末裔というのは、土見株家という奥江さんになっているんですが、そのお屋敷が、人間当時の水族館の近くにあったということを現在分かっておりまして、まあ、その関連の史跡なんかが分かっています。で、あと、賠償金額数字は、ちょっとまた後で説明します。あと、こっち、そうですね、まあ、こちらはこちらで、もう一緒に説明したいと思います。まあ、こんなわけでですね、その南北東西に一直線の街道に沿って史跡がまあ並んでいるということでですね、まあ、それをつないだら、京都千年天文会堂と呼べるだろうということを、まあ、2008年小山先生がおっしゃったことの始まりです。で、それから2年ぐらい経ってですね、総務省からそのツアー構築のための支援というものが得られまして、で、実際に2011年からツアーとして実現したのが京都千年天文会堂ツアーというになります。まあ、支援していただいた具体的な内容としてですね、街歩きにこういった iPad を使って画像なんかを見せしているんですが、まあ、このハードウェアの方と中に入れるコンテンツの作成なんかを業者さんに協力していただいて、まあ、そのための費用です。あ、同じかですか。あと、こういった。でですね、ツアーとして実現しましたが、その最初はこの水色で書いた明月期コースとか、兄弟、ハイキングコースとか、兄弟コースというものがあったんですが、それから、2011年までに、つまり3年ですね、3年経ってこれだけ増えました。で、どうなったかって言いますと、これがチラシなんですが、こういったコースがありましてですね、全部で11コースにまで、3コースから11コースにまで増えました。で、新たに1コースが現在作成しています。で、特別なコースなんかも行っておりましてですね、このチラシの中にこんな、ワークで囲ってるところがあります。これは今京大の博物館でやっている明月期の最新の鋳造という特別展で合わせた特別コースです。で、全部の展示期間が実は本日までですね。ですので設定したのは本日以前のこの21日と27日と26日と日を設定します。
でこのツアーの特色としてです、天文学を軸とした歴史ツアー、京都の町歩きツアーいっぱいあるんですが、天文学を軸としたようなものは他にありません。で、さらにですね、町歩きスタイルを取って、ちょっと順番が前後しますが、町歩きスタイルを取っているんですが、天文学の専門の先生と歴史ガイドが随伴する形を取っています。天文学生という名前をちょっと書いてますが、これは本当は安倍の生命の役職ですね。天文観測を仕事とする役人さんだったんですが、先生です。で、その役職名は天文学生と、まあ、それになぞらえた呼び方をしております。で、具体的には小山先生とか柴田大輝ですね。それからこれ作家先生と言いまして、京都コンピューター学部の先生で、天文の教育普及研究会の関西支部の中心の先生です。で、それから北井先生は火山天文台の元准教授で、野上先生は宇宙物理教室最近准教授になられた先生です。で、町歩きスタイルと言いましたが、これ実は京都ならではです。というのは、京都というのは史跡が結構コンパクトに集まっているんですね。で、昔同じようなことを、京都の北部の日本海側のあたりでちょっと考えたことがあります。あちらの方に行くと、浦島太郎の逸話があって、その関連の神社とかですね、元伊勢とかですね、まあ、いろいろそういった史跡、ちょっと天文と関係する史跡があります。そういったものをつないで町歩きできないかって検討したこともあったんですが、いかんせんそれぞれの史跡の距離がすごい離れていてですね、町歩きはちょっととてもじゃないけどできないということで諦める経緯があります。で、これは本当に京都ならではと、京都市ならではと。で、史跡を訪れまして、関連する写真、先ほどちょっと高校の方は見るのが難しいかもしれませんが、こういった写真とかですね、動画なんかを iPad で見せながら解説すると、これが実際のツアーの様子です。これが iPad ですね。これ天文博士の作家です。こちらが iPad です。で、こういったツアーなんですが、じゃあ、この辺のコースの詳細はまた後日ないしはホームページでご覧ください。ということで、東御合成工作ちょっとご紹介させてください。こちらはですね、実は昔天地滅殺っていう小説とか映画が公開されてたのをご存知の方もおられるかもしれませんが、この主人公で渋川晴美さんという人がいました。V6 の岡田准一君が演じたですね、実際にイケメンだったかどうかっていうのはよく分かってないんですが、渋川晴美さんを演じた。で、彼何やったかというと、日本で初めて独自の暦を作ったというわけです。で、作った暦が上京暦という暦なんですが、彼が暦を作った当時、おそらく使われたであろう観測装置の台石の現物っていうのが京都に残ってます。これ先ほどの月見歌舞伎の屋敷の跡にお寺ができましたよと納得したと思いますが、そのお寺の中にあります。で、こちらはですね、京城といいます。でも日時計の4年で、この棒の影の長さがその日ごとに伸びたり縮んだりするのを調べてですね、1年の日数でも調べるというわけです。で、ここの部分がこういう形で残っています。で、これは天気で製図を作るためのもので、例えばこんな天気が残っています。これ渋川晴美さんの自作の本物の天気日と言い伝えが残っているものです。で、この天気日を見ると結構面白くてですね、私たちの馴染みのある星座と全然違います。というのは、当時というのは中国の星座プラス日本独自の星座を日本で使ってたんですね。ですから線の繋ぎ方が全然違ってですね、オリオン座なんかはなんか大偶然の繋ぎ方が違うということがあって、なかなか面白いです。で、この辺をちょっと飛ばしまして、で、町歩き以外にですね、座学の他もやっております。ストロトークという名前で呼んでおりますが、これ天文学の講演と四次元宇宙シアターを組み合わせたものになっています。で、先ほどちょっとお話しました、国立天文台に似た画を 3D 奏で声奏と組み合わせて、さらにちょっとこれだけだとなんか枯れてきたのかということになってしまうので、表題での独自の 3D の動画も用意しまして、それを組み合わせて上映を行っております。で、こういった映像、3D の映像とか、こういった3D の映像を京都で作って、そこで太陽フレアのシミュレーションをしていくということですね。で、こちら太陽の表面のポテンシャル磁場を計算した、これの 3D の映像になっています。で、次回は10月に行うことになっておりまして、いろいろ活動を進めております。
でですね、この活動なんですが、教育普及活動なので、一応こんな、結果というとちょっと言い過ぎなんですが、どんな結果をやれるかというのは簡単なわけとかで集計を取ってみますか。これ2013年度の分なんですが、NPO 会員というのはこれ火山の下ネットワークの会員かというんです。でこれどういった意味があるかといいますと、火山天文台のことをそれまで知っていなかった方に知っていただこうという指標ということで入れています。 EA の方が多いということは、天文台これまで関わりがなかった方がこのプロジェクトに参加者として関わってくださったと。でその結果として天文台存在を知ることができた可能性が高いということを意味します。で性別については男女ほぼ同じですね。で年齢層はこれ見ていただくと、50代以上の方がこんだけ占めていますから、シニア世代が非常に多いということで、これもうちょっとこの辺り増やせないかなと、なんとかちょっと悩んでいるところなんですが、なかなかうまくいかないのが現状です。でこっちはですね、近畿地方が、ここまでなので、この部分ですね、残り 10% 弱ぐらいが近畿以外の方になります。で、近畿の方に参加していただくのは大変嬉しいんですけども、できればもうちょっと東方の方にも参加していただきたいのがあって、この 10% 未満のこの部分ですね、なんとか増やせないかということで、いろいろ宣伝活動をしている状況です。でアストロトークの方も、傾向は出てますかね。男女は大体同じくらい、NPO 会員かどうかというのも EA の方が多いので、天文台の認知にはもつながっていると、皆さん。で年齢層についてはちょっと違いましてですね、結構いろんな世代の方が満遍なく参加しています。で 40代の方がちょっと多いんですが、これは子どもと一緒に参加しているって言いますね。この辺りが子どもで、その親御さんがここに入っているということになります。こちらは割と満遍なく参加していただいているはず、アストロトークが参加していただいているので、そこそこうまくいっているかなというところです。で居住地についてはもうこれしょうがないんですが、近畿地方の方がですね、ちょっとこれはアストロトークについてもしょうがないかなと思っています。で学校教育は社会貢献ではどんなことをやったかといいますと、羽衣学園中学校というのはこれ関東の近くにある学校なんですが、その学校は遠足で昔参加したことがあります。でそれから福島県在住の高校生の結論とかもあります。これ福島県と京都府って東日本大震災をちょっと提携してるんですね。その関係で福島県の方とのつながりがあって、そちらの高校生に参加してもらうなツアーも行います。あと京都府の教員向けツアーとも行われます。一番下は東日本大震災の被災者の招待ツアーということもやっておりまして、学校教育とか社会貢献という面ではそれなりには頑張っております。で最後なんですが、実はですね、昨日なんですが、京都千年天文開幕ツアーの延べ最高回数がですね、100回となりました。はい、ということでちょっとお祝いの拍手いただくと嬉しいです。あ、それだけなくなりましたが、以上で私の発表を終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい、それはちょっと時間かかりすぎてるので、手短な質問があれば一つ受け付けますが、いかがでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。学習指導要領を作るときに50年をされた
ある先生が、今年同じくなりたいで、マキラブスの人が、中教審というところをここで収録してます。でその後、この委員がですね、ヘッドになって、頭になって、学習指導